おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。モーニングモーニング第35回目となりました。おはよう、みんな。おはもにスーパー寝起きポジだね、あかりん。今日はなんかちょっと喉の調子が悪いんですか？はい、そうなんですよ。スーパー寝起きっていうのもあるんだけど騒ぎすぎちゃった。そう、 VCT とちょっとラストで騒ぎすぎちゃって。なるほど。声帯壊れました大変だね。はい、大変だね。また漢方生活してる。漢方生活、あ、うん、そうか。まだちょっとでもまだダメージ残ってるみたいで、今日はちょっと無理しないように。あ、ありがとうございます。無理しないように、もう 僕に任せてください。お便りの方はもうなんかありがとうございます。なんて言うんだろうな、うん、はい、このアカリの声なんて、カスカスっていうのか。そう、カスカスだよね。カスカスになってる。結構もう出ない感じになってるよね。うん、そうそうそう。ああ。痛みとかはないんだけどね。ああ、使いすぎだ。うん。使いすぎだ。まあ、じゃあ。今日は、はい。何？今日何？ごめんなさい。モーニングモーニング始めますか。始めちゃいましょう。マザーと。アカリの。モーニングモーニング。そうそう。あがりつらそう。え、でも痛みとかつらそうないから、うん、全然大丈夫。本当？元気。うん。なんか爽やか爽やかって感じはしないね。ちょっともうなんかモーニングモーニング、あ、モーニングモーニング、ちょっと頑張っていくか。声出ないけどな。モーニングモーニングって感じになってるよ。あ、本当。出ちゃってる？ね、もう出ちゃって、声がもう嫌がっとる。もう喋りとんないって。そんなことないよ。そんなことない。あ、そんなことない？うん。もう逆にさ、今日マザオさんは元気だね。あ、そう？うん。俺はね、結構無理してます。作ってた？元気作ってた？いや、作ってはないんだけど、ね、それ昨日終わってやっぱり寝れなくて。うんうん。うん、あんま寝てませんよ。ちょっとだけ寝た？まあちょっとは寝たよ。ちょっとは寝たけど、でツイッター見たら、うん、カルビも余韻で寝れねえよって書いてあったよ。うん、カルビちゃんない。カルビちゃんのチームだって最終日泣いてたもん。そうなの？うん、そうなの？うん。もう、あ、もう完全にじゃあロストしてんだ。うん、ラストのロスト、ラストロスト、ラスト。いや、別にそういうこと感じで言ったわけじゃないんですけど。いや、僕も別にそういう感じで言ったわけじゃないですよ。え、赤さんはないの？それはロストラストは、ラストロスト。え、でも僕今回結構ラストサバに遊びに行ってすごい楽しかった。本当？え、うん、最終日いた？ん？最終日見に来てくれました？マザオさんの配信見てたよ。現地来いよ。マザオさんの配信で現地来いや。演劇見た？現地来いや。ちょ、ごめんなさい。僕もあの最近忙しくて、ちょっと。ああ、すいません。それはなんかすいませんね。いや、だけど見に行きたいなって思ってたんですよ。なんかちょ、お仕事立て込んでるんですか？いや、あの親孝行が。あ、いつもね。はい。はい、どうよ、調子は。まあ、ぼちぼち、ちょっとずつ前行ってる感じです、ね。ああ、そうですか。うん、あんま無理しないように頑張ってね。はい、ありがとう。最初が肝心だもんね。はい、そうなんですよ、ね、そう、今が一番大事なあ。じゃあもう今週はまたいつも通りですか？そうですね、いつも通りですか。親孝行漬け、バロラント漬け。ああ、まあ仕方ないか、悪と始まりだもんな。うん、もう俺今週、え、これ今週かな。え、先週さ、俺なんかパソコン壊れ、なんかパソコンとラストが相性悪いんですよって言ってた？言ってた、言ってた。言ってたんだ。うん。あ、じゃあ1週間経ってんだ。うん。多分寝てなさすぎて感覚バグった。いや、もうよくわかんなくなったよ、俺。ほんと。釈迦さんもそんなこと言ってた。うん、1週間経ったんだね。早いね。あら、まあそうですか。俺なんかそれ、ね、寝てないせいなのかわかんないけど。なんかね、最近俺あんまりなんかジャンクフード食べてなかったんだけどさ、うん、
なんかもう今週俺マック5回は食べたよ。週 5? 5回はマック食べた。行き過ぎ行き過ぎ、うん、5マック3ラーメン、えぐいってなんかね無性にお腹空いちゃって、うん、なんかもう食べなんか そういうのを食べないともうやってらんないみたいな、そんな1週間だった。なんでかな、なんか疲れてちょっとバグっちゃったのかな。いやちょっとねバグっちゃってた感はある、うん、いやなんかラストでその何こうまあねポルトルームさんを借りてやってたわけなんだけど、うん、まあなんつうかこうなんかその途中でのこうね乗らなくなったじゃないんだけどラストやりたいんだけど、うん、なんかそのいや周りのチームがすげえなみたいな人数も多くて、うん、これ勝てないなみたいになっちゃったのよ俺が、うん、でそれでその時にこう何あのね、うん、いやこれはもうラストじゃなくてなんかバロラントとかの方が実際楽しめそうだなみたいな感じはあったのよ正直ね、まあ、ちょっと急に語り出してるんですけど僕、うん、はい、うん、で正直あった中でなんかその配信中にさボルトルームはさあの紙タバコが吸えなくてちょっとどうしようかなと思いながらこうタバコを吸っててなんか変なスイッチが入ってるのかちょっと俺演劇やるわって言い出してさ、うん、言い出しちゃったもんだからもう後に引けなくなっちゃってさ今週、うんうん、でも台本も劇場も作ってましたけどもう気が気じゃなかったですよ台本作った後は台本作ってる最中も、うんうん、なんかもううまくいくかどうかも分かんないしそもそもなんかそんなラスト内で演劇なんてやってどうできんのみたいなうん、うん、もうねほんとなんか俺初めて劇団でその脚本演出みたいなのを担当した時の気持ちと全く一緒になった。いやもうなんか明日車にはねられないかなみたいな、うん、なんかその病気になっても明日休みにできないかしらみたいな、すごい、もうそういうテンションになって、病んでたの？病んでるわけじゃないんだけどもうなんか起きたらもう嫌だ嫌だってなって嫌だってなりながらマック食べて、でもうマック食べても落ち着かないから次ラーメン食べに行って、うん、うーうーってなりながらマックからラーメン、もうあの食に逃げてた完全にわーすごい食に逃げてました。大変だったんだね。そうそうだよ。いやなんかふと思ったもん、醤油一気飲みしたら熱がたくさん出るって言うじゃん、うん、俺人生で一度もやったことないけど、うん、醤油をちょっと5秒ぐらい見つめるシーンあったもん家の中で怖いってなんか醤油僕もそれ聞いたことあるけど戦争の時代にさ、うん、醤油一気飲みしてた人がいるっていう話聞いたことあってこうだよかった一気飲みしないで。いやよかった、まあ、でも実際昨日やってみて、うん、まあそのねうまくいったかどうか分かんないけど、うん、まあまあまあ無事終えたのかちょっとよく分かんないけど、うん、まあ、やってよかったなと思えたんだけど、うん、帰ってきてさちょっとちらっとこう客席側のアーカイブ見たんだけど、うん、まあちょっと内容は薄かったですねそのねそのなんかやっぱ普段演技やってるから思うけど、うん、もう俺アーカイブも見てらんなかったもん。俺3分ぐらいでも恥ずかしくなってもう消した。ちょっとこれもう見てらんないやと思って消しちゃいましたけど。全然そんなことなかったよ。まあやってまあ良かったなとはすごく思うんだけどね。やってよかったなと思う。でもラスト最終日迎えて今日もう今までさどの時間でもみんなラストやってたじゃん。てか配信してる人多かったけど今日もうほぼ配信してないよね。いやだからもう燃え尽きてる。いつも通りの日常になっちゃった。いやいつも通りどころか、うん、いやもう燃え尽きですよこれは。燃え尽きちゃった。燃え尽きです。完全に力尽きてますよこれは。全然配信してる人いない。そりゃそうよ、うん、あんだけやってんだから今日から何すりゃいいんだろうなってなる人もいいんじゃない。まあロストラスト、うん、ですか。ロストラストだね。はい、まあまあそんなロスってる暇ないから。はい、じゃあ本当お疲れ様です。いやいやお疲れ様でした本当に。お疲れ様でした、はい。
ロストラストしてる場合じゃないですからね、本当。俺ラストで演劇やったから、はい、なんかそういうモードにもなってるんだけど、うん、そういう大きいことがあった、うん、大きいことがあった次の日から行動を移せる人はすごいんだって、別のことで。だからロスらずに次のところにこう考えを持っていける人はね、うん、なんかそうすごいっていうか、成功する人みたいな、うん、そうなんだっていうね、っていうのは俺ね、なんかそういうなんか受け売りですけども。僕も結構ロスっちゃう人で、前の CR カップ結構ロスっちゃってさ、寂しかったんだよね。そう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 、分かる。でも気持ちはすごい分かる。うんうん、なんか俺どっちかというと、その演劇を始めた1年目、うん、1年間同じ作品を稽古して、最後の1ヶ月本番やって、うん、終わりなのよ、うん、そっからもうプツンって切れるんだよ、何もなくなるんだけど、うん、でもちゃんとこう続けてる人は、まあ、成功してないけどね、うん、成功してないにしても続けてる人は、まあ、こう次の日からいろいろ考えて動き出してた人みたいな、はいはい、まあっていうのがあってね。そうだから、そうなんだ、ロスってる場合じゃないのと、今日からだから本当はモーニングもうちょっとお休みにするかとか思ってたんだけど、2日前ぐらいまでは、きっと疲れてるだろうしな、うん、こんなに頑張ったらもう、ね、モーニングなんてもうできないよって思ってたんだけど、うん、昨日終わった後にこう、やるぞって思って。いや、そう、僕も昨日、いや、こんなに忙しそうだからラストでね、うん、今日お休みしますかってマザーさんに聞いたら、いや、もう今日金曜日だな、明日も2万いいかするかって来てびっくりしちゃったもん。いや、そう、こんなに日付感覚バグるぐらいさ、疲れてんのに。いやいやいや、それはやるでしょ、それはさすがです、それはやりますよ、戻ります、日常には。てか、そうだ、マザーさん、そろそろゴールデンウィークですね。ていうか、もうなんならゴールデンウィーク、もうなんなら人によっては、てか人によってはっていうか、もう今日からじゃない、本番、そうなの、今日から本番じゃないか、昨日からの人もいるのかな、はいはい、はい、まあなんかその辺はなんかちょっと人それぞれかもしれないけど、会社によってるかもしれないけど、うん、今日からはもうみんなそうじゃない、うん、ゴールデンウィーク、そうなんだ、今年のゴールデンウィークはいつだ、いつまでですかね。結構長そうだよね。本当？ちょっと見てないや、うん、まあちょっと離れた生活してますからね。7までかな。1、2がどうなるかちょっと分かんないけど、7までは。おすごいね、大型連休1週間と1日だから8、8日間ぐらい。すごいな、めっちゃ長い。ある人はある、ある人はありそう。9連休、8連休。カルビちゃんに言っときましたよ。何を？やる手の時期だね。え？あなた、どういうつもりですか？え？マゾさん？え？ゴールデンウィークやるとか言ってたっけ？あれ？ちょっと記憶にない。言ってなかったっけ？記憶にない。記憶にございませんけど。え、僕マザーさんとそんな話した気がするよ。ゴールデンウィーク、そろそろギャルペの時期だねみたいな。じゃあ僕カルビちゃんに伝えとくよみたいな。そんなのゴールデンウィークとか関係ないじゃん俺たち。え、怖いって。マザーさん人変わった？いや、もうラストで一皮むけました。うん、脱皮したんで。違う人になっちゃったよ。え、じゃあやる？今日から。今日からやるか？そんなやっぱロストしてるカルビー呼び出す？じゃあ、え、今日はちょっとまずいんじゃないですか？ VCT もあるしね。え？あ、ダメ？ゴールデンウィークだよ。そう、もういっぱいあるからね。ゴールデンウィークは。え、じゃあそんなゴールデン、またちょっと辛くなっちゃうじゃん。ゴールデンウィーク中にやらなきゃいけないのが、明日車にひかれないかな、醤油気の虫しようかなってなっちゃうじゃん。ね、ギャルペそんなに背負ってた？いやいやいや、背負うだろ、あんなのもしんどいんだから。俺ももしかしたら始まって10時間ぐらい経った時に醤油飲むかもしんないよ。始まってから辛くなっちゃったな。そう始まってから、ちょっと体調悪くなったわとか言って、間違えて醤油飲んじゃった。山沢さん、これは、うん、やんなきゃいけない、ギャルペは。
前マサオさんに言った時、うん、そろそろやるかって結構気合い入れてた気がするよ。いや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 、まあ、俺はもちろんいいけど、その赤にだって大変でしょ、レディアンと。まあまああと2日3日ぐらいで行く予定なので2年ぐらい言ってね、それもう。そんなことない、今回はガチよ。少なくとも1年は言ってる気がするんだけど、今回は本気で行く、うん、あ、行けそうな気がしてます。はい、気持ちはね。 あそうですか。うん、あ、じゃあまあ2日3日後ぐらいにじゃあやりますか。行きますか。やりますかって言ってもその、まあ、僕にも予定があるんでね、まあ、もしかしたら車に轢かれちゃうかもしれないし、もしかしたら醤油飲んで病院行っちゃうかもしれないし、いやいや突然の発熱です、その場合は。そっかそっか、はい、突然の発熱が起きるかもしれないですけど、まあ、まあまあまあどこかでやりましょう、どこかでね。はい、あの、みんなの予定があって、うん、あったら行きましょう、うん、せっかくなんでね、はい、せっかくなんで、はい、行きましょうよ。まあ、そんな感じぐらい1週間は。いや本当お疲れ様でした。お疲れ様でございましたよ。いや本当にちょっと、じゃあもう、うん、今日こう終わっとこうか。じゃあマザーさん疲れてるよもう疲れてるよ、頑張ったよ。もう次お便りよもうお便りなの、もう別にね、そんな来てないよお便りなんか毎週毎週、マザーさん毎週毎週毎週そんな来るわけないじゃない、お便りなんて。来てますよ。減ってます、あかりんさん。来てるんですが、はい、減ってますお便り。なんと、やっぱもう続けてない、春が来ちゃったからみんな楽しんでんじゃん。みんな実生活が楽しくなっちゃってる。もう楽しくなっちゃって、もうお便りなんか送ってこないなと思ったんですが、今日はですねちょっと暗めのお便り、選んできましたんで。うん、完全に今マザーさんのメンタルが影響してるじゃん。春が来てないやつらのお便りを用意しました。それは読まないと、普通読んでやんないとなっていうお便りちょっと用意しましたんで、じゃあ、うん、僕からいきますね。はい、はい、ペンネームシャークンさんからのお便りです。マザーさん、アカリンさん、おはもりおはもり、毎週通勤中に聞いています。おかげで月曜日だけは楽しい気持ちで通勤できています。ありがとうございます。おー、ありがとうございます。私にはどうしてもこれだけは無理だというものがあります。それは他人の握ったおにぎりが食べれないというところです。私が小学生の頃、学校の行事で冬にマラソン大会がありました。走り終わった後には保護者の方々が準備してくれたおにぎりと豚汁を食べることができるんですが、もらったおにぎりに一口かぶりついてみると中から髪の毛が出てきたのです。それ以来おにぎりは箸で割って髪の毛とかがないか恐る恐る食べるようになりました。お二人にもこれだけはマジで無理できないといったことはありますか、ということで。わー、なかなか確かにこれはちょっと厳しいか。それちょっとトラウマになるね。あ、そう。え、赤さんは他人が握ったおにぎり食べれる派ですか。うん、あんまり食べれないかも。あ、そう。うん、あ、そうなんだ。俺はね、こんな他人の髪の毛が入ってるぐらいだったらもう全部いっちゃうよ。髪の毛ごと？いやもう、あ、いや髪の毛は食べむだだ、おにぎりにかぶりつきました、あ、なんだこれ、うん、髪の毛か、食べようとはならないけどさすがにならないけど、うん、別に髪の毛ファンって取って食べちゃうかな。あ、意外と大丈夫？全然大丈夫タイプです俺。マジか。え、やっぱなんかその汚って思うの。まあ、汚って思っちゃうかな。ああ、そうなんだ。俺全然大丈夫なんだよな、うん、こういうの他人が握った、いやその、まあ、この話さ生きてて絶対やると思うんだけど、うん、生きてきて他人の握ったおにぎり食べれる食べれないの話するね絶対すると思うんだけど、俺あんま本当気にならないんだよな。そのね、なんかその、うん、運動した後汗だくでなんか外のものペタペタ触った手で、うんうん、握られたおにぎり食べれますかっていう話じゃないじゃんこれって。まあ、だいたいその、うん、飛躍したところまで行くんだけどこの話って。うん、うん、これはね全然大丈夫、マジで大丈夫。あ、そうなんだ。うん、全然大丈夫。え、なんかそのどこまでだったらいけるの、うん、他人が握ってたらダメなの、作ってたら OK？ あ、作ってるのは全然大丈夫、むしろ嬉しい。あ、むしろ嬉しい。あの、食べたいよね。
パンパン。ああ、ほんと。うん。やっぱその、素手でっていうとこが。そうだね、素手でっていうのがちょっと。しかも、知らない人のおにぎりは絶対食べれない。ああ、その知ってる人、知らない人っていうのは何なん、うん、やっぱ、信頼安心度。ああ、そうか。うん。そうか、そうか。大丈夫だろうなっていう、うん。お母さんのおにぎりとかだったら食べれるし。まあ、そうだよね。うん。いや、僕、この話なんかもう、人生で3回はしてる気がする。いや、僕もぼちってしてるね。みんなしたよね、これ多分。まあ、みんなするやろ、これは。うん。寿司は？あ、お寿司？僕そう、人のおにぎりはダメなのに、うん、人が握ったお寿司は全然大丈夫っていうか。でも おじさん多いよ。知らないおじさんが握ったお寿司は食べれるの、うん、職人はみんなおじさんだよね。あ、全然食べれる。そ、あれ、あのさ、何なんだろうな、ほんと。でも寿司はもうそういうものって思えてるからなのか、なのかな、やっぱ信頼感なのかな。職人ってプロじゃん。まあそうだね。うん。いやでもだな、俺でも それで言ったら、まあ、寿司もちろん全然食べれるけど、うん、なんでだろうなと思うな。何が違うんだろう。知らない、うん、知らないハゲたおじさんが握ってることってよくあるじゃん。うん。俺によく行くと、よく行く安い、あの回らないお寿司屋さん、うん、よく行くんだけど、なんかそこの人なんかね、その寿司握るところに入るところに、うん、なんかわかるかな、なんかね、うん、なんかね、カウンターの下のトンネルみたいなの通って入るんだけど、あ、うんうん、でそこに手ついて普通に入ってくる人いるんだよね。あ、そう、床ってところ、床みたいな、うん、普通にそこに手ついて入ってきて、あいよーとかってやってるから、それ見て、あ、なんか普通に汚くねみたいな。え、それ嫌だ。嫌でしょ。嫌だ。いや、そう、嫌な気持ちになるじゃん、うん、まあ俺は全然マグロって言ったんだけど、うん、全然、まあまあ、うん、別に。お寿司食べれなくなっちゃうよ。あ、そうか、こういう話を聞くとダメに なるんだ。なっちゃう。あー、なるほどなるほど。やっぱプロだから意識してるとイメージしてた。いや、意外としてないんだな。でも そのお店だけかもしんないけどね、うん、うん、あ、そういうことか。そうだよね、このシャン君さんもそうだもんね。なんかそのトラウマで食べれなくなった、その、うん、可能性があるから食べれなくなったみたいなね。あー、なるほど。それは申し訳ないことした。今あかりんがもうお寿司食べれなくなりました。すいません。はい。はい、なんだ。はい、はい、わかんない。この忘れるかもしれないけど、あかりんの人生から寿司が消えた。でもなんか僕さ、前さ、うん、めっちゃ話変わるんだけどさ、うん、あの食べ回しの話マザーさんとしたじゃん。あ、した。そう、したね。あの、そのままラーメン、何、途中で切って戻したみたいなやつだっけ。そう、そしたら友達に怒られて、うん、あ、うんうん、ラーメン食べ回しするときは、うん、切っちゃいけないんだっていう話したじゃん、うんうん、で、僕さ、その後っていうか、その後日、その怒ってきた、僕に怒った友達のお家に行ったのね、うん、で、その時中学生とかだったから、うんうん、あの、その友達のお母さんが夜行ったからお鍋作ってくれたのね。はい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 、はい、お鍋行ったんですよ。で、はいはいはい、その友達結構大家族だったから 5,6 人ぐらいでみんなで囲って食べたのね。はい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 、はい、囲って食べたら、うん、汁がなくなっちゃったのね、お鍋の。おな、あー、スープがね。はいはいはい、そう、うん、でももう汁新しいのないから、え、もうどうしよう、具を足せないやってなってたんだけど、うん、じゃあこれでお鍋終わりかなって僕思ったらさ、その友達が、あの、お茶碗のお汁戻せばいいじゃんって言い始めて、あ、確かにみたいな。あ、みんなそれ、家族が、はい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 、お茶碗のお汁をお鍋に戻し始めて、おー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 、え、うわ、僕にラーメン切るなよって怒ってきたくせにお茶碗の汁を戻すの。で、みんなでお茶碗の汁戻してさ、で、新しい
具入れて混ぜ混ぜしてんの。うん。で、てそれはちょっと俺も嫌かも。うん。ちょっと嫌かもな、それは。すごい嫌だった。まあでも煮沸消毒されますからね、一回火入れて。そういうイメージなのかな。いやでもそれはちょっと嫌じゃない？嫌だったよ。うん。そうだね。しかも多分初めてじゃない手つきだったよ。まあでもそれは家族の中で日常的に行われてるんじゃない？うん。ああなるほどね。うん。それはちょっと嫌かも。嫌だった。ねえ、その直接、ね、お箸を使うとかもさ、うん、やっぱ友人間じゃさ、うん、ちょっといい直箸みたいなあるじゃん。言うよね、うんうん、そうそう。まあでも家族の中だからってことなんじゃないかな、それは。家族ルール。お家の中だから。お家の、でもそれ、そっからどうしたの、あかりんは。食べたの？うん、食べたよ。だって食べないとダメじゃん。いきなりさ、てかその直前ぐらいにお腹いっぱいになったみたいな下りして、いやなってな、まだ食べたいですみたいな下りした後だったんだよ。あー、もうどんな感じで食べたの？何も考えないで、本当に何も考えないで食べた。まあ、だってもういりませんって言えないよね、絶対ね、そごちそうにまでなって、うん、言えない、つれー。そう、味なんか分かんないでしょ。自分のお茶の汁戻したもん。ああ、か、それは辛いね。うん。それは辛いね。その経験があって、僕もやっぱ友達とかにさ、直箸の時とかさ、うん、あの菜箸で取った方がいいよねみたいな。うん。いやでもあれ実際めんどくさいんだよな、鍋の時って。まあね、結構菜箸わざわざお箸変えるのめんどくさいよね。うん、いやでもそれは本当にわかるわ。だから実際それ徹底できる、俺ね徹底できないタイプなんだよな。うんうん。その菜箸で取るっていうそのワンアクションがさ、うん、俺あんまりこうなんかね、いやだからさ、その初めてできた彼女と一緒に鍋を食べに行きましたみたいな時とかさ、うんうん、絶対男はきなんかさ、いやで俺は気にするタイプなんだけど、そのちょっとやっぱ菜箸使ってやっていいかなってなっててさ、菜箸使ってよそってたんだけど、うん、その菜箸を使うことに対してのストレスがエグすぎて、いやもうこれはあのなんかもうこれ続けてたらもうダメ、楽しくないやと思って、うん、だからそっから仲いい人しか鍋は行かないようにしてる。あ、仲いい人だったらね、あんま気にしない、あの、いけ、大丈夫だもんね。そう。自家橋でもいいよ、みたいな。まあ、絶対いるけどね、中にはね、もう自家橋絶対 NG みたいな。まあ、特にさ、その、コロナとかあったじゃん。あー、うん、うん。まあ、それも関係あるか分かんないけど。うん。うん。お鍋が楽しくなっちゃう。楽しくなくなっちゃうほどストレス感じちゃうのか。いや、うん、菜箸はね、もう。でも、今すぐお肉口に入れたいのに、菜箸ワンクッション入れなきゃいけない。そうすごいんだろうな、マザーさん。だから俺も仲いい人としか鍋はあんま行きたくないなって思うタイプ。まあお鍋は僕も仲いい人じゃないと行きたくない、もうそういうのがあったし、うん、だから、うん、でもそれによって嫌われたくもないじゃん、なんつーか、うん、いやもう、うん、後からさ、なんか言われるみたいな、うん、なんかこの間なんかそのマザーとね、鍋、マザーさんと鍋に行ったら、なんかあの人もう直箸していいとか聞いてきて、ありえないんだけどとか言われてもなんかもう嫌だしさ。なんかだからもう行きたくない。そこまで考えちゃう俺。うん、でも僕前、この前さ、家族でさ、ちょうど1年前、去年ぐらいに家族でさ、お店のお鍋屋さん行ったのね。うんうん。行って、まあ、みんなで普通にお鍋食べてたんだけどさ、で僕あの好きなものをいっぱいお茶碗によそってたのね。で隣、うん、右がお母さんだったんだけど、お母さんがお鍋じゃなくて僕のお茶碗からさ取ってこない。なんで？
めっちゃなんでって思うじゃん。なんで、うん、お家ではさ、ちょっと席がさ、あのお店ほど近くないからさ、その、うん、取られ僕のおちゃんからご飯取られたりとかなかったんだけど、なんかお母さんすごい僕から取っていくのね。で僕一生よそってもよそってもさ食べれないみたいな。でなんでお鍋から取ってよって言った。言ったっていう話。お鍋から取ってよ。どういうこと、ちょっと意味が分かると怖い話みたいな、やめてよ。で僕さ、しかもちょっと猫舌だからあんまり熱々のいけないからさ、はいはい、よそってからちょっと時間置かなきゃいけないのね。でもお母さん、そのちょっと時間経ったやつをさ、僕のお茶碗から取ってってさ、美味しいねって言って、僕またお鍋から取って冷ましてさ、ちょっとラグ、美味しいねじゃねえよ。また冷まして、またその冷ましたお肉食べて、お母さん、え、お母さんは なんでそうなってんの。え、わかんない。理由は聞かなかったの。え、うん、え、お鍋から食べてよって言ったもん。言ったらお鍋から食べ始めた。食べてた。お鍋から食べてた。なんで、ね、もういいやと思ったんだろうな。そっちの方がいいやと思った。なんか猫舌だったのか、うん、お母さん猫舌わかんない。猫舌だったのかな。いや、ちょっとここなんか怖いな、それ、うん、どういうことね。え、僕も今ですらわかんない。なんで僕のお茶碗から取ってったんだろう。それはでも聞いといた方がいいんじゃない。聞いといた方がいい。やっぱその将来的にあかりんもそれをやるかもしれないからさ。やんないよ、その時びっくりしたもん。僕、人のお茶碗からご飯を取っちゃダメだなって思ったよ。むちゃくちゃ美味しそうに見えたら取っちゃうかもしれないよ。そうだよ、自分がやられて、むちゃくちゃだと親子ぐらいのその信頼性があってさ、うん、うん、いや僕だってお母さんでも嫌な気持ちになって。ちょっとね。いや、じゃ嫌な気持ちにもなるし、俺はもう確かに俺もびっくりするだろうな。なしてんねんってなるかも。なぜよ。なったもん、本当に。何って、ちょ、理由が気になるわ。なんで赤さんママはそんなことになっちゃったんだろう。でもそんなことだよね。いや、ほんとそんなことですよ。どうしてそんなことになっちゃった。どうしてなっちゃったの、わかんない。僕でわかんないから、多分誰もわかんない。そうだもんね。そうだ、もうちょっとなんかモヤモヤ残るわ、それ。ちょっと理由が、理由を教えてくんないと。うん、うん、じゃなくて、うん、なんだその。いや、一生わかんないよ。だって僕聞きたくないし、なんであの時お茶、あの話また掘りたくないもん。え、ちょ、それはでも聞いといて。もう俺たち、いや、もうだよ、聞いてる。俺たちもみんなモヤモヤしてるから。もう機会があったら、機会があったら絶対聞いといて。また次、僕のお茶からお母さんが取ったら聞くね。どうして取るの？いやそれ、鍋やったタイミングで聞いて。いやいや、そういえばさ、雰囲気悪くなるじゃん。じゃ、ならないって。それぐらいならないって。どうして前お茶碗、僕のお茶碗から取ったのって。そう、まあ、ちょ、機会があったら聞いてみます。覚えてないかもしれないけど、ちょ、思い出すと思うんで、それは。はい、お願いします。純粋にお鍋とお茶碗間違えた説もあるけどね。まあでも、そのあかりんママだったらありえるみたいなところあるよな、多分。ちょっともうちょっと本当に間違えちゃった可能性は、まあ、だからあかりんがいるってことは、あかりんのお母さんがいるってことだもんな。うん、だからまあ、うん、ちょっとね、その線はある気がするんだよな。はい、うん、母がいて子がいるってことだもんね。だからあかりんがいるってことは、あかりんのママがいるってことだから、はい、その可能性はあるだろうな。いや、本当に鍋に見えてた説。なんかその楽しくて、場所が楽しくてテンション上がっちゃって、分かんなくない。鍋なのか、それがお椀なのかが分かんなくなっちゃった説はもうありえるよ。もうお母さんお酒飲んでたしね。本当に分かんなくなっちゃったかも。え、赤さんママも結構何あれなの、天然なの、天然というか、あかりに似てるの。え、どうだろう、結構顔は似てる。顔じゃなくて、うん、あのなんかその性格というか。あ、でも似てるかも、ちょっと。いや、どうだろう、似てる部分はある、結構似てる部分はある。
うん、おー、まあじゃあ、うん、お椀とお鍋分かんなくなっちゃったんだろうな。僕は分かんなくならないけどね。いやまあ確かにレベルで言うとね、そこまではいかないかもしれないけど、あかりは、うん、うん、まあ、お母さんの方がやっぱりそのグレードが高いじゃないけど、こうレベルが高いんだろうね。まあ僕はお父さんとお母さんのハーフだからね。お母さんはお母さんだから。あ、まあそうか、そう、血が薄まってるから僕は。そっか、血は薄まってんだ、うん、そっか、うん、薄まってそれってことはやっぱお母さんもっと強烈ってことか、なのかな。いやでも絶対聞いといて、頼む、それも約束しといて。分かった、うん、まあ、まあ今のところその鍋とお椀が分からなくなったってことにしとくから、一旦ね、うん、一旦それにしとくかな。はい、はい、じゃあ次のお便りいきたいと思います。何のお便りだったかすら忘れちゃったけど、はい、おにぎりのお便り、ね、おにぎりね、うん、まあ分かる分かる、はい、じゃあ次、あ、そうだ、俺だ、だらしないニートさんからのお便りです。おはもりです。はい、おはもり、おはもり、僕は現在19歳で、高校1年の秋から大学の1年の夏まで付き合っていた彼女がいたんですが、大学で友達ができずサボり気味になっていたところ、だらしなくなった、将来性が見えないと言われ振られてしまいました。本当に心から好きだったのでショックが大きく、何も手につかず生きているのも辛く、大学もバイトも辞めて現在はニートにまでなりました。周りからは時間が解決してくれると言われますが、振られてから半年が経った今でもいつも後悔して寂しく思っています。お二人の配信からいつも元気いただいておりますが、配信されてない時間の寂しさを紛らわせる方法をお聞きしたいです。はい、ちょっとピックアップしておきました。もう前の時はもう春ばっかりのお便りでちょっとムカついたんで。そうですね、はい、先週と真逆の真逆のお便りなんですけど、うん、ちょっとちゃんと読んでなかった、大学まで辞めちゃってたこの子、すごいよダメージが、ダメージえぐいね。高1から大学1年生だったらまあ4年、3、4年、うんうん、いやもうよくある話って聞くけどね、なんか高校卒業したタイミングで別れるみたいなっていうのは、なん聞くよね、聞くは聞くけど、そこまで行くか、うん、本当ですか、それは振られたのだけが原因なのかな、やっぱそうなのかな、えっぽいくない、それだけじゃない、いや分かんないよ、その大学それだけというか、ちょっと俺はちょっとネガティブすぎるかもしれないけど、うん、そのなんかサボり気味になってたってわけじゃん、なってたってことでしょ、まあ、だから、うん、なんかここちょっとね、ちょっとひどすぎるかもしれないけど俺の考え方、うん、ちょっと俺こう読み取っちゃう人だから、サボり気味になったってことはもうすでに大学1年のその夏頃にはもうタイム全く取れてなくて、あのこのままじゃ留年するっていうところに、そのあの振られるっていうあの大きなイベントが来たから、ちょっとこれのせいにしてもうやめちゃおうってなった説が俺の中で、これはもうね濃厚なんですよ。ギクでしょ、これはだらしないニートは多分そういうことする、うん、するから、うん、そういうことし始めるから、本当、うんうん、でもこれはね、まずそこのその本当に心から好きだったのとかちょっととりあえずやめて、もういないんだから相手は、うん、相手はいないんだから、もうちゃんとしなさい。だらしなくなくしなさい。そう、ちょっと今のは何言ってるか分かんない。だらしなくなくしなさい、はい、何それ、だらしシャキッとシャキッとせーよってことよね。そう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 、はい、そうそうなんですよ。これはね良くないですよ、本当に良くない。気づいたら45になってるよ。今大学生だけど。気づいたら20年経っとるぞ、こんなもん。でもまあ大学辞めちゃったのはもともとモチベーションが下がってたところに、そういう振られちゃったショックで辞めちゃった、もともとモチベーションが下がってたから辞めちゃったっていうのもあるかもしれないけど、やっぱ恋愛、失恋のダメージも大きそうじゃない。まあいや大きいとは思うけど、大きいとは思うけど、ちょっと、うん、きっとそれのせいにしてる気がする。そうね、まあね、ちょっとあるかもしれない、あると思うけど、そういうこともね、うん、辛いと思うけど、でもそんなでさ、なんかその、うん、大学1年生の時にさ、だらしなくなったって、将来性が見えないっていうのもなんか変な話だけどね、うん、まあ変な話だよね。大学1年生で将来性があるないなんかある？大学1年生に行ってさ、将来性を感じる人っているの？いや、まあいるだろうけど、中にはね、うん、中にはもう一握りいるだろうけど、大体、うん、なんか将来性なんかもう関係ないんじゃないの？
ないと思うけど、ね、やっぱ高校から大学に行ってさ、うん、いろんな出会いがあったから、やっぱ将来の夢とかでキラキラしてる人とか見てさ、だらしないニートさんは将来キラキなんていうんだ、将来の夢とか語ったり熱く語ったりしないのに、他の大学生はなんか夢語ったりキラキラしてるなって思っちゃったのかもしれないね。そんなね、もう大したことないのにね、そんな夢だろうなんだろうってね。はい、もう俺も口だけですから。俺もそんな大学1年の頃の、あの東京行ってくるわって言ってる俺、ちょっと一旦止めたいもん一旦やめない、きついよって。うん、10年以上はきつい感じになるよって。あ、ほんと足引っ張りたいもん、あの時の俺、うん、俺に今メッセージ送るなら一旦大阪にいときなって。大学辞めてもいいけどせめて大阪にいとき、あの東京一人で行くのしんどいからって、うん、止めてあげたいもんあ、やっぱ勢いだけしんどいよって、うん、止めてあげたい。それぐらい大学生の時のさ考えとかってわかんないよね。うん、いや本当。でもさ、なんかその、まあ、この人は違うと思うけどさ、その弾けすぎちゃったりしてさ、その就職の内定が取り消されるとかいう話もあるじゃんか。うん、だからもう大学生ってもうほぼ大人に片足っていうまでは言わないけど、その、うん、足首ぐらいまではこういる状態じゃんか。うんうん、だからそんな時期にこう辞めて何もしなくなってっていうのは本当に、あの本当に将来性が見えなくなっちゃうから、ちょっと今頑張る、うん、行って大学行く行かないは関係ないと思うけど、今こう気合を入れて立ち上がった方がいいと思うんだけども、うん、この人の時間の寂しさを紛らわせる方法を聞いてんだよね俺たちに。もうニートで痛いもうニートで痛いって言ってるよ。そう、時間の寂しさ紛らわせる方法か。でもその失恋の傷を埋めるのは新しい恋だぞ。ね。でも出会いの場がもうほら。だからそう、出会わないといけないから。大学辞めちゃってっから。やっぱバイトとかしないと。まあそうやな。うん。まあそうやな。もうバイトしましょう。バイト、いろんなバイトをしましょう。はい、いや本当にバイトして出会いを増やして。あのまた素敵な人に出会って恋するのが、うん、一番の時間のまぎ寂しい、もう寂しさ紛れるどころか楽しいよきっと。そうだね。おすすめのバイトありますか？うん、おすすめのバイト、まあ、焼肉屋さんは大変だったから、まあ、でも逆に大変だけど仲良くなれるから焼肉屋さんとかどうですか？あ、じゃあ焼肉屋さんでバイトしていただくということで、はい、大変だけど、はい、やっぱ仲間意識というかすごい楽しかったから、うん、そうだね、うん、じゃあモーニングモーニングからは焼肉のバイトをおすすめするということで、はい、はい、頑張ってください。ニート脱ニート目指して頑張ってくださいね。はい、はい、頑張れ。よし、一人の若者が救われたぞ今。はい、よっしゃ、次のお便りいきますか。はい、はい、では、ペンネーム匿名希望からさんからのお便りです。好きな人も含めて複数人で出かける予定があったんですが、キャンセルが相次ぎ、行ける人が私とその気になる人の彼の2人になってしまいました。彼は2人でも全然いいよと言ってくれて、私も行きたいんですが、緊張してうまく話せる自信がありません。共通の趣味、かっこバルラントなどのゲーム以外何を話せば楽しんでもらえるでしょうか。また、じゃあみんなは集まれる時とは時にとはせずに、2人でもいいよと言ってくれてる時点で脈ありではと友人から言われたんですが、これに関してはどう思いますか？普段から2人でゲームすることは多々あるので、延長線上かなと、個人的には思ってしまいます。とても久しぶりに好きになれた人なので、できたらお付き合いしたいです。マザーさんとあかりんさん、力を貸してください。あ、ちょっと彼だな。選ぶお便り間違えたわ。また明るめの明るいお便りなんかこれもうやってんな、完全に。これはこれはね、周りの人やってますよ。これ複数人で出かける予定あえて作って、みんな、うん、これね、もう あれやってます。そのそういうこと、うん、そうだよ。じゃあ俺らもうこの後抜けっから、お前ら二人で行っとけってやつだよ。おおってやつだ。これ絶対やってます。周りから見たらすごいいい雰囲気なんだろうね二人、うん、そんな綺麗に二人だけキャンセルが相次ぐことなんてない。まあ、ないよね。うん、なんならこの匿名希望さんだけ聞かされてない説ある。気をつけろその気になる男も、もしかしたらその主犯がその気になる男かもしれんぞ。
そういう流れにしたのをね、うん、もうちょっと一回立ち止まって考え直してみ、この企画やりたいって言い出したの誰だっけ、はっ彼かってことはもう、あ、もう予定キャンセルする前提で呼んでる可能性すらあるからこれ、うん、ってぐらいの脈ありですよこれは。おー、春です。匿名希望さん、春ですよ。春なんですけど、春なんですけどね、はい、いいね。なんかこう、ね、俺でもさ、これ俺なんかこういうのやられたことあるわ。なんかその俺あの子が気になってんだよね、うん、みたいなんで、そのみんなで集まってる中、うん、ちょっと抜けるからお前ら二人どっか行けよみたいな、遊びに行ったらいいじゃんみたいな、うん、逆にやりづらくねこれ。やりづらそう。やりづらいよ。うん、でもこれ今回はさ、これは最初からもう二人だからさ、まあそうだね、そういうくだりないじゃん、うん、何話せばいいんでしょうか。でも何でも話せや、何話しても面白いやろ。そんなてかバロラントを好きな人とバロラント共通の趣味があるって羨ましいの。すごい。そう、うん、俺全然羨ましくないわ。まあ、マザーさんはね、女の子とゲームしないもんね。しない。うん、そんなことないよ。そんな、彼女とあんまりゲームしたくないでしょ。したくない。うん、彼女がさ、例えばバロナント始めたてとかだったら優しく教えれる、うん、また、うん、無理だね。まずプレイ時間が プレイ時間が足りてないよ。もっとデスマッチやった方がいい。うん、怖いよ。なんか上手くなりたいんだったら時間かけないと上手くならないから。そんな甘いこと言ってたら全然ランクなんか上がんないよ普通に。じゃあ彼女がゴールドぐらいになったら、ゴールド、いやゴールドランダーだよ。そっか。そんな時間かけないと上手くなるの当たり前だよ、うん、ってなっちゃうからな、うん、なっちゃうからちょっとあんまりやりたくないかも。いやでも僕も好きな人とゲームをしたことないけど、想像したら僕もさ、やっぱバロガチでやってるからさ、やっぱあんまりしたくないかも。喧嘩の元になるよね、なんつーか、うんうん、絶対その余韻が残るじゃん。バロラントではこう私の方が上だから、なんで上っていうかその指示をしたりするから、なんつーかその普段の生活でもちょっとその余韻が残って、うん、なんでこうさあみたいなに、うん、なりそうじゃない。なんか普通にパロラントでさ、お前同じぐらいのランク帯だとしてもさ、うん、いやもうすごく遅えよとか言われたら僕泣いちゃうもん。多分ずっとその言葉ぐるぐるする。まあ特にね、その好きな人からそんな言われたらね、うん、知らない人だったらまだね、スモークずれてんだけど、うん、いやドローン遅っみたいな。いやカバ、いやそうえ見てないのみたいな。いやそっち見てないの。やだ、ね、いやいや、まあやだよねこれはね、うん、バルバートって結構シビアなゲームだからさ。いやそうだよ、うん、嫌だよなこれはな。僕も嫌だ。僕も嫌だった考えたら、うん、だまあ何話せば楽しいでも何でもいいんじゃない。好きなんでしょ。そうですよ、好きな人とのお話だったら。黙っててもいいだろ。でもメンタル言ってる匿名希望さんがさ、どうしたら楽しんでもらえるかって聞いてるじゃん、うん、人が楽しいって思ってる時は自分が話してる時なんだって。はい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 、はい、だから彼のお話をいっぱい聞いてくださいってメンタリスト大吾が言ってました。あら素敵。はい、これ統計学に基づいてます。何の統計学かはちょっとよくわかんないんですが、はい、なんかぽいこと言ってます。はい、大吾がそう言ってたから。大吾が言ってんならそうだわ。そう、自分がいっぱい楽しんでもらおうと思っていっぱい話すんじゃなくて、いっぱい彼のお話を聞いてあげてください。おー、それ 彼が話してくれなかったらどうすんの。それん、引き出すんですよ。引き出す、例えば。そう、ん例えばどうやってちょっと引き出してくんない？ん？引き出して俺から何かを。マザーさん今日の朝ごはん何？まだ食べてない、起きたばっかりなんだから考えたらわかるだろ。え？帰ります。帰らせてもらいます。その場合は帰っていいの？うん、帰ろう。怖い。初デートでダメだよ、帰る。ああそっか、ごめん。いやまだ食べてないよ。あ、食べてないの。まだ食べてない。じゃあ今日なんか美味しいもの食べようよ。いやそうだね、うん、なんか食べたもんある？
え、好きなものある？好きなもの、いや逆に好きなものある？え、マザーさんが食べたいの食べたい。え、なんで？そんな別にいいよ。そのアカリンが食べたいのを食べたら食べればいいじゃん。え、僕何でも好きだからな。そっちの方が美味しい。俺も何でも好きなんだよね。うん、めんどくさいから帰ります。え、あー、ちょっとダメかもな。うん、相性悪かったね。相性ちょっと良くないですね、これね。良くなかったね、うん、やっぱそういうとこってさ、え、でも期間 の、 その何食べる何食べないみたいなさ、やつってさ、うん、もうめんどくさくない？俺もうほんとそうだわ。もうほんとめんどくさい。マジで大人だからだよ。もう なんかそのなんか俺もう嫌だもん。なんか好きな食べ物あるって、もうこの言葉が嫌だ。もういや、もうそれあるやろ、人なんやから。好きな食べ物も嫌いな食べ物も。いや、それが楽しい時期もあったでしょ。エクセルとかスプレッドシートとかなんかそういうのにもまとめとけや。全員国民めっちゃ重たくなるってね。ほんとね、もうめんどくせえんだよな。初デートの前は相手方のさ、見るの、その資料。あ、こういうのが好きなんだ。あ、なるほどね。魚食べれないんだ、オッケー。早い早い早い。じゃあ肉か、オッケー。肉だ肉だ。早いじゃん、そっちの方が。いや、早いけど。でもそこがね、楽しまないといけないところなんだよね。そう、ね、そこを確認し合うのも、また楽しい時間じゃん。いや、本当になんかそこ、それやだわ。肉ですか、魚ですか。俺としてはなんか魚がいいんですけど、どうですか、はい、ってなったら、だいたい魚になるやん。なるね。ね、やん。うん。そこかな、なんかちょっとな、なんかもう、もうダメだね。俺、向いてないかもしれない、もう。いつからこうなっちゃったんだね。いつからこうなっちゃったのかわかんないけど、うん、いや昔はやってましたよ。その、うん、いやさあ、今度行く、あっこが遊びに行く子が何食べたらいいと思うとか言って、うん、その友達にね聞いたりとかやってましたけど、なんかいつの間にかこうなっちゃってましたわ。うん、まあもしかしたらそれ、その確認し合う時間も楽しいって思う相手が現れるかもしれないけどね。まあね。うん、どうなんだろうな。はい、どうなんですかね。まあ、ちょっとなんかお力貸してくださいって言ってたらこの人。そうですね。うん、なんだっけ。もう2人で好きな人とお出かけするって。ああ、うん、まあまあ、はい、なんかねうまくいくんじゃない、はい、できたらお付き合いしたいですとか言ってるしね。どうぞ。僕もきっとうまくいくと思います、うん、何も考えずに。どうぞ遊び行ってください。そんなもん。はい、うん、あの、何が好きか聞いてくださいね、ちゃんと。はい、好きな食べ物は何ですかって。どうぞどうぞ。はい、お願いいたします。はい、はい、間違っても資料にまとめてきてとかダメですよ。もう名札の裏に書いとけ。次のお便りいきます。はい、はい、じゃあ次のお便りいただいていきます。はい、はい、名前、プオータさんからのお便りです。マナーさん、アカリンさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。僕はレジのアルバイトをしてるんですが、腹が立つことがあるんです。それは客にレジ袋くださいって言われた後、こちらがサイズが小中大ありますがどうなさいますかと聞くと、入るやつでと言ってくる人です。入らないサイズの袋買う人なんていないし、だったら一番大きくて値段の高いサイズの袋にしてやろうかなと思います。ほとんどの人がきちんとレジ袋のサイズをしてくれるからこそ、こういったお客さんにお肌が立ってしまいます。僕は過激派でしょうか。お二人の意見もお聞かせください。モリモリリスナーの皆さん、どうかレジ袋のサイズ指定よろしくお願いいたします。え、俺これはさ、うん、いや分かんねえもん。俺はごめん、ちょっとあれなんだけど、あ、うん、入れば何でもいいですって言っちゃうタイプ。あ、僕も言われて、あ、そうなんだって思った。だって小中大だから。そうそう、小中大なんだと思って。大きいか小さいかぐらいかと思ってた俺。うん、あ、サイズしてこれ、ね、この人が過激派なんじゃない。え、逆にさ、でも僕小中大ありますか、どうなさいますかって聞かれたことないかも、僕がね。あ、確かに袋いりますかぐらいしか、そう、聞かれたことないかも。うん、あ、もうだから質問が間違ってんだ、プオタ君。これはだから、うん、小中大学聞いてくる、聞く時点で間違ってんだ。それはもうだから1個破綻しちゃってんだ。だってお客さんはサイズの大きさなんか分かんないもん、見えないんだから。うん、僕コンビニで働いたことないからな。俺もないから分かんないじゃん。
だからこれはもう、ポートさんが質問を変えればいいんだよ。そうしたらもう腹が立つこともなくなるよ。お、うんうん、袋レジ袋をくださいって言われたらはい分かりましたでいいんじゃないの。うん、うん、はで袋お使いになられますかって聞いたらはいって言われたらもう自分でサイズ選んじゃえばいいんじゃないの。うん、それでいいと思うな。まあでもたまにあるけどね。おいおい待て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 、そんなお前ちっちゃい袋にこれ全部入るわけねえだろうって思ってたら全部入れるやつたまにいるけどね。そうなんだよね。いないあれ。でもなんかとんでもないぐらいパンパンの袋渡される時あるよな、うん、でも入るんだと思って。そう、全然イギリスって感じだよね。あね、入るならまあいいけどみたいな。そう、入るんだってびっくりする時あるよね、うん、まあでもそのコンビニトラブルはでももう仕方ないか。え、赤さんは店員さんに優しいタイプの人間ですか。ちゃんと僕は店員さんに態度悪い人嫌いなんですけど、うん、まあ態度悪くする理由がないからね。大丈夫なんか、はい、コンビニで小銭投げたりしてない、あかり。それやばすぎ。なんかそれやばすぎ。そんな人見たことないよ。いや俺見たことあるよ、いるんだなって思った。え、本当に、うん、なんかもうなんかそのチャラチャラチャラした兄ちゃんがでっけえ長財布からなんか小銭パーンってやってたよ。本当に多分その人多分帰り道で靴の底が剥げてかかとから血出て帰っただろうな。あ、でもそういうふうに思うぐらいちゃんとしてるの、あかりは。うん。ちょっと例えがよく分かんなかったけど、うん、かかとなんだ。かかとから血出してるよ多分神様が怒って。いやでさ、こういうさコンビニマナーみたいなのも話になるとさ、よく本当によく聞くのがさ、俺タバコ吸うからあれなんだけど、タバコのさ銘柄をなんかそのね、番号で言わない人がムカつくみたいな。だからさ、おじさんとかがさ、いやだからメビウス、だからメビウスの8ミリだよみたいなことを、うん、やっぱ番号で言ってくれみたいなよく聞くんだけど、うん、でも実際俺としてはなんだろうな、いやそこまで言わないよ。俺ハイライトメンソールっていうのを吸ってるんだけど、その、うん、ハイライトメンソールでって言って、そのタバコを吸わない人は分かんないじゃん、それがどういうタバコなのか、何色なのかみたいなのが分かんないし、俺もよく行ってるコンビニだったらさ、なんかその何番でって言えるんだけど、初めて行くコンビニだったら俺もどこにあるか分かんないから、とりあえずハイライトメンソールでって言っちゃうんだよね。もう言っちゃったら俺はね、言っちゃってその店員さんがそのタバコを知らない人だったら、もう俺はもうすぐもう自分で横にこうサイドステップして、何番ですでも言うタイプなんで僕は。なるほどね、うん、一旦ジャブ入れて、そう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 、分かんなそうだったらすぐ探す。そう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 、俺はそういうタイプなんで、ちゃんとね。でも、うん、もう最近ちょっとたまに目につくのはね、その何番って言っても番号もすら把握してない人ね。タバコの棚って左から1位からブワーって並んで2段目に行くと、その、うん、あれはね、俺はね、変えた方がいいと思う。1位からこう並んでいくじゃん、左から順番に右に1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 まで行くじゃんか。そしたらまた左から11なんだよ、うん、はいはいはい。だから分かる、俺の欲しいのが13番ですとか言うと、一旦右の方まで探しに行って、あれないわみたいなんで、こう左に戻ってくるみたいな。でもこう順番にこう目で追えるくらいな感じで、あれ作った方がいい。うん、そう、右に左にこうね行っちゃうのよ店員さんが。なるほどね。そう、あれはね変えた方がいいですよ。なるほど。そう、あれはね、でも本当多分あるんだよこれはね、あるあるある、伝わらんかなこれ。あ、じゃあ僕タバコ吸ってないからな。これで120、121番だから、そっちじゃなくてその あれですみたいな。うん、あれになるんで、ちょっと違う、もう俺が取ろうかぐらいな感じになっちゃうんだ。タバコ吸う人だったらあるあるなのかな。そう、あるあるなん、あるあるでもそんななんないけどね。
その、うん、そんなに店員さんに対してはなんないけどね。その、うんうん、しかも俺の吸ってるタバコでもずっと続くけど、ごめんね、俺の吸ってるタバコは緑だからさ、いい緑のやつ多いのよ緑のね、うん、パッケージのやつって多いのよ、うんうんうん、だその緑のとか言ってもそんな、あこれですか、じゃあ違うみたいな、いやそれはアメリカスプリッツやみたいなけど感じになっちゃうのよ。自分も探すの大変ってこと？いや、まあ、俺はでも新しくタバコ屋さんってなんかその200番ぐらいまで あったりすると、まあ、多少ね、うん、こうね俺も探して一緒に探して、あそれですそれですってなるんだけど、うん、なるんだけど、まあ、っていう、はい、っていう話ですわっていうなんでもない話ですわ。熱冷めちゃったマサオさんの、うんうん、そんなそんな声を大にして言うことでもないなと今ふと思いました急に冷めるじゃんあすいません、ちょっと大人げなかったです、はい、急に冷めたな、うん、まあでもそのこのプオタさんのこのサイズ大焼酎大ありますがどうなさいますかって聞くスタイルでも、ただそもそもサイズ聞くときは大中小じゃない、そこあんまり聞かんけどな、焼酎大ありますかって小から行く人あんまりいなくね、だからこの人変わってるよ、大中小やろ普通に大からや聞くの聞き方なんかちょっと気になった、気になった、あそうなんだ、え、うん、でももう聞かなくていいよね、聞かなくていい、うん、マニュアルとかになかったら僕聞かれたことないし聞かれなくて困ったことないから聞かなくていいと思う、うん、聞かなくていいと思う、まあいろんなお客さんがいるから難しいと思うけどね、はい、うん、うん、柔軟ななんか広い感じで聞いてくれるといいかもね、いいかも、はい、うん、ですかね、あおやべ11時過ぎとるわ赤さん、はい、11時過ぎてます、はい、早かったですね、はい、じゃあ今日も終わり、あのもりもり、お、うん、終わりでーす今日は終わり、今日は終わりでーす、はい、はい、皆さんゴールデンウィークなんで楽しんでくださいね、はい、はい、ゴールデンウィークの予定ある人いるのかな、赤さんはゴールデンウィークはまだ赤に聞いても仕方ねえか、はい、でも僕1個あるよ、んギャルペもう予定入ってんの、はい、すごいね、はい、マザーさんもだよ、オッケー、あーでも山行ってきますとか帰省しますとか鬼の錬金のやつもいるまあ、ゴールデンウィークなかなか9日全部ゴールデンウィークの人はきっと少ないよね、まあそうよね、まあ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 、うん、いやでもみんなでもそういうもんじゃないの、ゴールデンウィークって連休でしょ、みんな連休の人がまだ多いんじゃない、多分なのかな、うん、どうなんだろうね、まあ、俺はねちょっとねだゴールデンウィークずらしてあえて、うん、ゴールデンウィークずらしてちょっとあの帰省しようかなと思ってます、あそんな長い間じゃないけど、うん、実家の大阪に帰ろうかなと思ってます、いいですね、はい、こういうねことをやってますんであえてゴールデンウィークずらして、うん、うん、行こうかな、この時期はねどこも混んでるから、うん、まあ、ゴールデンウィークということで連休続きますから、もう我々配信者も頑張って配信しないとなと思ってますけども、はい、はい、じゃあギャルペックやりましょうか、頑張って、ね、はい、はい、じゃあということで何もう終わっ、ああ言い残したことはない、終わるけども大丈夫、もう早く終わりたい、大丈夫そんなことないよもう1時間行きますか、いや行かないです、特別編、いや行かないです、終わりましょう、はいはい、じゃあ、本日もお疲れ様でございました、ハッシュタグもりもりで、ツイート、ひらがなもりもりでツイートしていただくと、僕とあかりんが見ますので、よかったら皆様投稿のほどよろしくお願いいたします、あとですね、番組冒頭でも、申し上げましたが、お便りが減ってます、はい、ゴールデンウィーク の一コマ送っていただけたら、ゴールデンウィーク特別編みたいななんかになるわけないけどなるかもしれないので、よろしくお願いいたしますね、はい、はい、よろしくお願いします、あと壁紙も募集しておりますので皆様よかったら、そうだもう今日ちょっと寝坊気味で来ちゃったから昨日送ってきてくれた壁紙使えなかった、来週用意しておきます、はい、楽しみです、僕とあかりんのイラストだったんですけど、はい、作画時間が絶対にこれ俺5秒であかりん30分ぐらいかかっとるやろみたいななんかすごい明かりによりの壁紙とかも来てるんで、はい、来週が楽しみだ、はい、やっときます、はい、
では、Spotify とかもやってます。そちらもよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ皆様良いゴールデンウィークをでいきますか。今日はね、そうですね、はい、じゃあいきましょう。皆様良いゴールデンウィークをおつまり、おつまり、バイバーイ、バイバーイ。